照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。広島東洋カープ対オリックスバファローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さんは現役時代数多くのバッターと対戦されたわけですが、苦手なバッターのタイプというのはあったんですか？いや、基本的にバットを持ってフルスイングする人みんな嫌いでした。そうですか。やはり当たれば飛ぶというね、威圧感があるからでしょうかね。まずはカープの先発クリがマツダスタジアムのマウンドに上がります。今日は相手打線にどんなボールを投げ込んでいくんでしょうか。初球ストライク。次が2球目、打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。秋山抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている西川。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー栗、そしてキャッチャーは石原。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。切れました。ファールボール。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ツーアウトです。打席には3番バッター太田。ツーアウトになっています。この回の栗、4球で2アウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思いますよ。はい、そうですよね。痛烈、これはセンターに抜けました。2アウトランナー1塁。バッターボックスには4番森、ヒットでランナーを1塁に置いています。初球ボール。次は甘くなるくらいならボール気味で打ちました。取った。一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。1回の裏カープの攻撃です。カープはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますバファローズはご覧のような守備陣です。バファローズマウンドに上がるのは先発の斉藤。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。これから1回の裏バファローズに選手の交代がありました。秋山打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが初球インサイド、センターへ打球伸びる。この打球はフライになっています。センターが取りました。バッターは2番に入っている矢野。斉藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さてバッターボックスの矢野、バッターとしてはどういう特徴がありますか。ランナーになると非常に厄介ですから、とにかく出塁させたくないバッターですね。そうですか。落ちるボール、空振りになります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。これが4球目。
内への変化球は決まりません。インサイド打ち上げました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んで2アウト。バッターボックスには3番菊池。2アウトになっています。インサイド決まっています。際どかったですよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。胸元決まった。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターは注目のルーキー紅林。カープ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ初球は何か。初球打ち、菊池が抑えています。ワンアウト。バッターボックスには6番中川。まずはワンアウトを取っています。1球目狙っていって当たりません。2球目は何で来るか。コーナーギリギリに決めましたね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボールツーストライクです。3球目は何で来るか。バッターこれはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあカープ先制のピンチを迎えています。やはり先取点はやりたくないんで、ここは集中したいですよね。そうですよね。さあそのマウンド上の九里、この状況にどう対応してくるか。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですか。これは見送ってボール。低めの変化球空振り。左中間に強い打球。さあどうだ。左中間を深々と破るヒットになりました。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0。序盤から試合が動いていきます。ここは抑えておきたかったんですが、タイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。タイムリーで先制点を奪われています。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには8番の宗が入っています。まずは変化球。
インサイド落ちました。これはどうだ。セカンド取った。一塁送球、ツーアウトになりました。さあバッターボックスには先発の斉藤入っています。さあ追加点のランナーを置いた場面です。最初は変化球できました。胸元強気なピッチングです。低めのストライク。体に近いところ。変化球を狙ってたんでしょうね。打ちました。ショート取った。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1対0、バファローズ先制です。2回裏に入ります。さあカープ、この回は4番から始まります。バッターは小園。カープ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。初球空振りです。2球目打ちました。これはショートライナー。バッターボックスには5番末永。斉藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール。これが2球目。外は入っています。これが3球目。ナイスボール。はい、ストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。打ちました。これはどうか。福田アウト、ツーアウト。6番バッター坂倉、ツーアウトランナーありません。打った。右中間に強い打球。この当たりはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました、カープです。ツーアウトランナー二塁。ちょっとすっぽ抜けた感じです。スリーアウト。同点は許しませんでした。さあ先ほどのシーン、リプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2回終わって1対0、バファローズが1点をリードしています。
小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。高めに決まりました。ノーボールツーストライク。